はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2017マイライフやっていきたいと思います。とりあえずクライマックス前ですね。でただ、広島は1位通過なんで、多分18日のクライマックスシリーズから、参戦になると思います。15、16はこれなんだろうね、日にち空いてるけどまあいいや、とりあえず進んでいきましょう。どうしようかな。じゃあちょっとデートするか。クライマックスシリーズに向けて英気を養っておかなければ。街に誘おう。グッズショップ買い占めておく。こいつに目をつけられたグッズショップいいよね。20万円か。安い安い、買ってあげよう。また今度と。自分の名前入りの弁当が販売されることになった。おお、いいね。自分の人形が販売されることになった。人形か。どうなんだろうな。ファンが増えたことでファンとの交流に気をつけるように助言を受けた。週刊テレビ通信の表紙を飾ることになった。すげえなこいつ、マジでスーパールーキーだな。10月15日フリーですね。どうしようか、遊び行く。もう今更ね、ジタバタしてもしょうがない。あ、気分転換終わりかいな。西武がクライマックスシリーズファーストステージを勝ちましたと。セリーグは今日決まるのかな。そうすると、じゃあどうしようかな。あ、お出かけか。遊びじゃなくてお出かけだったね。車とかはまだ買えないからな。商店街に行くか。どうしようかと言われてもブラブラ歩くしかやることがない。そうだ、5万円も使うんだっけ。いいヤモリの干物あるよ。50万円なんて超ぼったくりだろう。そういう商売やっていいのかよ。あ、サナちゃんね、サナちゃん、オーケーオーケー。漫画読むんですか。最近ね、漫画読んでないね。あ、連絡先を教えますね軽いな。私と付き合ってほしいです。何、いいよ早っその歩みが彼女になった。どういう展開よこれ早すぎだろ。巨人がクライマックスシリーズファーストステージを勝ち抜きましたと。巨人との戦いですね。お前、彼女ができたんだってな。野球しか脳がないと思っていたが、なかなかいるじゃないか。プロポーズなら婚約指輪が必要だぞ結婚についてアドバイスされた。そうか、婚約指輪が必要か。今日もフリー。じゃあちょっとサナちゃんとデートしよう。ノア、サナちゃんしか誘えないまあまずは食事かな。サナちゃん積極的すぎでしょ。そうだな、ちょっとスーパーセレブコースを体感させてあげよう。いただきます。フカヒレどうだ。伊勢エビ38万円。わあ、金を使った。また今度と。お、いきなり俺先発じゃん。今日からクライマックスシリーズファイナルステージ、まずはここを勝ち抜かないとね、いけないから。とはいえ体力は減らしたくないんだよね、あんまり。そうだな、デートしよう。こいつ余裕だな試合前にデートって。ゆっくりしよう、ゆっくり公園でゆっくりしよう。天気が良くて気持ちいいです。あれ、なんかさ、もう背景が夜なんだけど大丈夫か巨人戦ギリギリだな。すいません、遅れるとこでしたみたいな。あ、そっか、先発俺か。そうだね、もうあの鈴木さんとかも間に合ったんで
よし、これはスーパーベストオーダーかな。いや、ただ奥義が出てるね。ファーストは新井さんか。新井さんでも、これは何あれ、 DH 制じゃなくて、そっか、ピッチャー俺だから投げてんのか。セリーグだもんね。 DH とかないか。そう考えると投げれて打てる選手ってすごいな。大谷選手とかほんとすごいよね。1番ヨウ、ジャイロで決めよう。無理か。三振男、スライダーボールアウトコースへ、カウントワンボールツーストライク、落とす。打たれた。ありがとうございます。うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはフルカウントだね。投げました、見逃し三振。バッターは3番村田。ワンアウト、1球外へ出そうと思ったけど普通に入ったな。打ちました、よし。軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ、三者凡退に抑えています。1番菊池さんか。おお、点を取った。これはこのまま乗っていこう。鈴木さんも復帰後から調子はいいね。クイック持ちか。オーラン、ちょっと振り遅れたけどどうだ。うーん、取られたか。チャンスをものにできなかったな。またフルカウントか。ジャイロボール決めよう。これは1球ちょっと落として、もう1球様子を見よう。 OK。 初球バント、うわ打たれた。大丈夫か。うん、無理か。まあただもうツーアウトだからね。よしよしよし、あ、そうだ俺だ。動かないと。お、点取ってくれるで、めっちゃ点取ってくれるわ。強い。いや、投げる方も楽だね、気が。やっぱり点を取ってくれると。よしよしよし、大丈夫でしょう。スラーブから入っていこう。できれば3球三振の省エネピッチでいきたい。 OK。 見事なピッチングです。バッター恐怖の核弾頭4、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、ボール。スタミナもないつの間にか A あるからね。おお、ありがとう。そうだ、ベースカバーに入んないと。今のは何が起こるか分かんないからな、すぐ忘れるんだよね。ほら、うーん、これもただ上がりすぎたかな。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは今日はね、ピッチャーだからね、ピッチングで活躍できればいいでしょう。打ちました。今季は3球目、ハイボールヒッターか。1球外した、ボール、カウント1ボール2ストライク。低めに攻めていこう。打った、菊池、ボールを取る、一塁送球。オッケー。これでワンアウト、ランナーはありません。もう2ストライクを取ってるから、よし。バッター恐怖の核弾頭、坂本。こいつも恐怖の核弾頭かよ。3球目ストライク。投球これから4球目。そういえばデータがアップロードされてるからね。追い込んでから。前のデータとか全然覚えてないんだけど。おお、抜かれた。ツーアウトからのランナーを出すな。亀井。快調なピッチングを見せ。5回の表、4点を追いかけます。ジャイアンツ。できれば完封で締めたい。橋本第3球を投げた。おっと。入れていこう。オッケー。フォーク、こういう時俺は別に動かなくてもいいのかな。いや、それでも一塁がそれる可能性あるからね、後ろに行かないとダメか。内角低め見送ってストライク、
小林とかやる気がなさすぎる。もう一球ジャイロでいこう。だいぶずれんな、やっぱりジャイロボール。なんか今日多分俺だけ全然打ってないんだろうな。これはドロップカーブか。仕留める、よーし。バッターでも見せ場を作ったぜ。2者連続ホームランとかマジか。すげえ点取るね、さすがに。めちゃ強いわ。もう今日はさ、6回で下がっていいでしょう、むしろ。あとはリリーフ陣に任せよう。おう、でもライナーだね。もう6回が終わったら下がりたいんだけど、そういうのないのかな。これはちょっとフェアか。俺も一緒に走ってこう。しまった、ピンチだな。しかしここは仕留める。 OK、 タイピンは持ってるからね。しかも2ストライク追い込んでの、おお。低めいっぱいに決まった、ナイスピッチング。第4打席リードで迎える6回です。一発秒持ちか、大竹くん。見送ってボール、ここはよく選びました。第2球投げました、ボール、カウントは2ボールのストライク。第3球を投げた、いやー、ライトへ上がってしまったな。取りました、これで3アウト。ファーストランナー残塁。13本もヒット打ってんだ。めちゃくちゃすげえな。いやー、もういいっす監督。おお、やばい。俺も一緒に走ろう。またやばいな、これは本当のピンチだな。亀井チャンス B、 三振男か。これはここで仕留めたい。 OK、 ワンストライクだけ取ってる。これはでも大丈夫でしょう。 OK、 いや、いいね。鈴木さんとか本当いいわ。ジャイロ、フルカウントになってしまったから相手の三振男がなくなった。これでも菊池さん無理か、やばい、ホーム。おお、いいね、すげえ球が返ってきた。外野はマジすごい。ここはなんとかフルカウントから抑える。菊池さん、いや、ありがとう。いや、でもこれさ、やっぱり菊池さんのなんていうの、さばきしょぼいとさ、多分抜けてると思うんだよね。奥井にバッティングが回ってくる。打ったのかどうかよくわからん。まあ、ただ今日はもう完全に勝ちはもらったでしょう。第5球どんどん仕留めていこう。おい、奥井、ナイスナイスナイス。奥井ました、これでワンアウト。奥井もなかなかいい方してるからね。恐怖の格段と、よう、今日はここまで3打数1安打。次が4球目、このまま完封をしたいね。どうせだったらファウルグラウンドキャッチしています。第2球ボール、これはわずかに外れています。逆境ハイボール、クルーズ。ジャイロボール見送ってストライク。次は4球目、まあ、スタミナをあと1回投げ切るのは全然大丈夫でしょう。 OK、 3アウトチェンジ。3人でピシャリと抑え、お、回ってくる。代打は出されないね、打たれ強さ。今日はホームランを打っています。初球見送ってストライク。ポーカーフェイスか。1球目ストライクから、打たれ弱いけどポーカーフェイス。ちょっと今のは失投だったからね。うまく捉えたな。 OKOK、 OK OK、失投を見逃さず。10点目、完全に打ち砕いたな。いや、20本安打ってほんとすごいな。さあ、もうここはサクサクいこう。クリーンナップも仕留める。
三振の山を気づく。OK 完封。ありがとうございます。無四球カップ。おお、奥井夢が叶った。クライマックスシリーズで、てか奥井お前3安打もしたのか。まあ俺の方がバッティングの活躍はすごかったけどな。ここは今日は俺はピッチャーだからバッターのヒーローは奥井に譲るか。いやーいいね、ミカミックスと奥井のこのお立ち台。いやーもう夢が叶っちゃいましたよ、クライマックスシリーズで。あとは優勝に向けて、優勝というか日本一に向けて突き進んでいくだけっすみたいな、そんなインタビューだね。奥井しかも2回ツーラン打ってる。大活躍だな。いや一緒にね練習してきた甲斐あったよ。これは本当に嬉しいね。13奪三振。おお体力か。いや俺のファンなんていいからさ、奥井のファンになってくれよみんな。超頑張ってんだから奥井。で巨人戦か。まあそりゃそうなんだけどさ、ただ奥井はあれだな、俺が投げる日じゃないと出てこないな。外野の枠がないんだろうな。そりゃそうでしょう、昨日あんなに活躍したのに。むしろ今日俺がさ外野から外されてもよかったんじゃないか。まあ、奥井は疲れちゃったかな昨日で。まあまた俺が投げる日まで休んでてくれ。恐怖の核弾頭投げた高め空振り三振。バッターは2番クルーズ。あれ先発誰だっけ。投げた打った菊池ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。投げた打った痛烈な、これはちょっと待って無理でしょ、ちょっと無理だよ。いや任せてください。あれ間違えた。何ジャンプしてんだ。任せてくださいとか言っときながら。OK、まあとりあえず大丈夫だね。さてチャンスか。おお菊池さん出てるね。ほらダメか、伸びないか。やばい、チャンスを潰してしまったな。守備面ではなちょっと貢献できないからな。これはどっちが取るの。取ってくれ取ってくれとか超偉そうだけどさ。打ちました。ショート右横のフライになりました。セカンドキャンパス後方ボールを掴みました。あの顔誰だっけ、なんかジョンソンさんとかだっけ。投げた打ちました。ファーストの横エルドレッド、自分でベースを踏んでファーストは今日エルドレッドか。あジョンソンだねやっぱり。3回の表これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは打った、これを抜くと、おおボールはファーストへ。小林ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。送ってくるか。投げました。ここで送ってくる。まあそれそうだろうな。菊池取ってアウト。ランナー二塁に進みました。カープ先制のピンチを迎えます。ちょっとボールが先行してるけど。よしよしよし。アウト。これでツーアウト。ランナーは二塁に。一つずついきましょう。一つずつ。外角低め。オッケー。カープこの回ワンアウト二塁。ゲームは中盤戦に入ります。フルカウントからの投げました。ストライク見逃し三振。バッターは恐怖の核弾頭坂本。いいね、ストライクが先行してるよ。打ちました阿部。ボールを掴んだ一塁送球。サードとかも本当すごいよな。これでツーアウトランナーありません。ああいう球を取ってかつ一塁まで投げないといけないのか。かなり距離あるよね。俺とか絶対届かないし投げても。0対0で迎える4回です。第1打席はセンターフライに倒れています。さてちょっとちょっとまあ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 、ツーアウトからの出塁。これで2打数の1安打。今日は試合が動かないね。トップバッターは上井。
先頭打者をフォアボールか。見せてきた。お見事。石原さんさすが。あ、これはただすげえ際どいな。フェアか。いや、盗塁させたのでかかったね。これさ、盗塁させなかったらさ、絶対1点取られてたよね。俺さ、もっとさ寄った方がいいよね、多分ボケっと見てないで。いや、ただちょっとなんとか抑えてるぞ。これは1点取ってあげたいな。こういう時ピッチャー苦しいだろうね、投手戦。やはり奥井を出した方が良かったんじゃないか、監督。俺なんか外野に出すより。1番2番3番だったけど三者凡退だったのかな。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番村田、今日はレフトフライと三振。打ったピッチャー。あ、これ抜けてくるか。ほいっと。村田いいバッティングを見せました。ファーストランナーをちらっと見て、ワンアウトか。これはうわーやばい。三塁まではいかないか。ナイスバッティングです。ちょっと正念場だね。ここはディフェンスポイントか、ターニングポイントか。これはロイヤは浅めの守備を取ります。投げた、打った、一二塁間への当たり。お、ゲッツいけんじゃん。二塁フォースアウト。おお、送球それた。マジか。そしてダイソー。俊足の橋本。ジョンソンさん、どうだ。これはでも正面 OK。 いやー、いい試合だ今日は。そうだね、ここからちょっと反撃ののろしを上げたい。さあ俺がなんとかしよう。ノリノリのノリノリ、とりあえず塁に出よう。よしよしよし、とりあえず塁に出ましょう。いやでもな、ホームラン狙えた球なんだよね今の。どう、無理か。この回の攻撃はラストバッターから始まります。いやー、ジョンソンさんめっちゃ頑張ってるからな。抜かれた。ピッチャーを交代します。ギリフ。バッターは恐怖の核弾頭4。フルカウント。膝元外れて。フォアボールか。さあ、ここが試合の分岐点。カープ外野は浅めの守備を取ります。投げた、打ちました。いや、これは大丈夫。これは絶対いける。問題ないっす。オッケー。これでワンアウト。ワンアウト。投げた、打ちました。三遊間の打球。いや、抜けたか。走ってくる？走っては来ないか。ちょうどいいバッティングを見せました。いや、うちらみんな肩いいからね、外野は。さあなんとかしたいね。三振で切って取りたいね。ここはよし。ここも三振でいきたいね。おお見事、マジでお見事。今日はいい試合だ。どっちもこう見せ場が来るね。そして延長突入。あれ、俺終わっちゃった。誰、さよなら。クライマックスシリーズファイナルステージ第2戦を見事制しました。いや今日はいい戦いだった本当に。俺は途中で交代させられたけど。さて本日のヒーローたちのインタビューが行われます。菊池さんさすがっす、マジで。いやジョンソンさんもねよく抑えたよ。試合を決めています。実況担当は堂前秀夫で、いやここら辺は先輩方の底力を感じるな。まあ全然ねマルチヒットだし悪くはない。であと1勝すればいいの ?3 勝すればいいのかな。で巨人は1234勝しないといけないんだよね多分。で今日どうすっかな。じゃあお出かけして気分をリフレッシュさせますか。焼肉とか食うと重そうだからな。
ゆっくりしたいね、ゆっくり。公園でのびのびと過ごすか。じゃあ気分をリフレッシュさせよう。散歩だな。これは衣笠さん OB って書いてあるね。話しかけてみよう。ミカミックス選手かい。僕は君に注目しているんだ。ほうほうほう、お願いします。疲れが溜まってしまったまあ別にいいんだけど。あ、ミカミックス選手だ。本物。一応名前は覚えてもらっているようだ。こいつ目つき悪いな疑ってんのか。ほっほっほって何してんの。ジョギングしてるの。トレーニング中。独立リーグでピッチャーをやってる。知ってる知ってる知ってる。今度サクスペにも出てくるからね。今度また試合があるのでよければ見に来てください。うん、見に行ってあげようか。てかサナちゃんってさ、ほんとどこだったな。どこっていうか得意練習なんだったっけ。ルナちゃんがだってもうすでに変化球でいるからね。コントロールとかなのかな。コントロール良かったっけ。スタミナではさすがにないと思うしね。球速も遅かった気がする。変化球だったらまあ別に変化球はね、変化球っていうだけで割と存在価値あるから、まあ、ない人もいるけどねどっかのタイピン持ちみたいに。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番クルーズ。投げました、打ちました。ファースト後方のサイドでしょう。交代、取りました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは3番村田。投げました、打った。セカンド右を、これも大丈夫ですね。オッケーオッケー。取りました。これで3アウト。立ち上がりは上々。野村、この回きっちりと3人で抑えています。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターは恐怖の角打球、打った。あー、取れるかどうか。ちょっとギリギリだね。これはお任せしよう。坂本、ツーベースヒットを放ちました。カープ先制のピンチを迎えます。またちょっとピンチになってんな。上、投げました、流し打ち。うわー、取れる人でもこれ走られるか。あ、飛び出てるから大丈夫か。ランナーは2塁変わりません。第4球を投げた、内角、空振り三振。さあ先制のピンチで迎えるバッター。おお、ちょっとボールが先行してる。内角に送ってファー、うん、まあしょうがないよねこれは。ストレートのフォアボール。第3球を投げた、あっと引っ掛けた。ショートの後方、これは大丈夫だ。オッケーオッケーオッケー。ピンチをしのぎ切った。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。すげえ高く上がったなカメラが追いついてないんだけどカープこの回よし、俺まで待ってくる。エッドレッドさん出てんね。これはなんとかな。いやーダメだ、ちょっと上がりすぎてるわ最近。バッティングの調子がもうワンテンポ早く踏んないとダメなんだな。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッター、サクスペの試合にすげー慣れちゃってるからね。まずは先頭バッター三振に仕留めました。スリーボールから、うわこれはでも切れるっしょ。おお、怖い怖い。投げた、ストレート、よーし、三振。2者連続三振になりました。投げた、打った、流し打ち。また寸劇はだけど取れる、無理か。もうああいうのは無理しないで回り込むんだな、やっぱり。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。三振。3回の表が、お、1点取った。試合はこれから中盤4回に入ります。バッターは恐怖の核弾頭、坂本、打った。これはセカンド3、 OK。 これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番神。第1打席はレフトフライに倒れて空振り三振、バッターアウト。ボール球で仕留めました。投げました、打ちました。待って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 、走り出しがだいぶ遅れたけど大丈夫。スリーアウトになります。野村、三者凡退に抑えています。よし、またエルドレッドさんが出てる。ワンテンポ早く早く打ちすぎた、引っ張りすぎだ。第2球、投げました、危ない球。同期は3球目、投げました。よし、 OKOKOK。 このタイミングね。球速がでもそんなに速くないからね。レフトスタン
うん、いい感じで捉えた。さあこのままリード、守りきろう。これはでも菊池さん大丈夫だね。セカンド掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。打ちました。ショートの右、田中ボールを取る、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはピッチャー田口。ピッチャーか。投げました。このまま普通に、おお抜ける。菊池さんやばい、マジやばいよこの人。三者凡退、無得点に抑えています。5回の表まで3対0、カープ3点リードは変わりません。いや本当惚れるわ。カープリードで迎える5回です。今日2打点を挙げています。うわ1、2塁やばい。あそっか、ゲッツーとかっていう世界じゃないのか。もう5回の裏が終わりまして、4対ゲームはこれから後半6回に入ります。バッター恐怖の核弾頭、ヨウ今日打った、阿部掴んだ、1塁へ送る、アウト。やっぱりサードはね、肩必要だね。バッターは2番クルーズ、投げました。外のボール泳いだ、ファーストの頭上をフラフラっと上がっている。ファースト取りました。これでツーアウト、ランナーありません。これやっぱりそのベースカバー的なものを勉強しなくては。みんなどうやって動いてるのか。とりあえず一塁に向かってんだな。スリーアウトチェンジ、野村。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。さて7回か。恐怖の核弾頭坂本、打った、これはでも大丈夫でしょう。オッケー。キャンバスの後方、ボールを掴みました。投げた、インコースのボール左へ、阿部、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第9投げた、初球を打った。これどっち、俺取れる、大丈夫、いきます。ちょっと危なかったけどね。野村、この回も三者凡退に切って取り。おお、なんだかんだでもヒット2本しか打たれてないのか。野村さんさすがだよな、強い。この回の先頭バッターは、あー打たれた。これはおお持ってかれたか。まあしょうがない、一発浴びるくらい。ここから崩さないことだな。ショートゴロ、投げた、アウトコースをつけた。うわー、ちょっと良くない感じだね。小林、いいバッティングを見せました。代打か。これちょっと打たれたらもうリリーフを出した方がいい気がするけど、バッター恐怖の核弾頭、大丈夫か。この回は投げ切ってもらおう。ツーシーム、空振り三振。バッターは2番、へばってるね。今日はここまで3打数打ちました。ファースト真正面、オッケーオッケーオッケー。エルドレッド、そのままベースを踏んで3アウト。8回の表側1点はちょっと取り返したい気がするな。リードで迎える8回、大丈夫だとは思うんだけどね。初球カットボールか。まずは見送りました。第2球投げた、アウトコース高め、カットボール外れてボール、カウント1ボール1ストライク。投げた、完全に外れたボール、これは完全なボール。カットボール投げてくるの。カウント2ボール1ストライクです。投げました、打った、レフト線グーッと打球上がってきますが取りました。上がったか。これで3アウト。クリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。さて3、4、5かラスト。え、まだ投げんの。ちょっと変えた方がいいんじゃない。投げました、打ちました。菊池ボールを掴んだ、一塁送球、もう無理だよ。これでワンアウト、ランナーはありません。完投させるの。恐怖の核弾頭坂本、打ったんやたりだ。もうさあ、センター方向に持っていきました。ちょっと分かんない分かんない分かんない、危ない危ない危ない、本当に分かんない。バッターは5番亀井、カープここは何としても抑えたい場面。投げました、初球から打ってった、二遊間。いやー、ちょっともう無理ですよ本当に。亀井ナイスバッティングです。バッターは代打石川。完投させんのか。カーピッチャー交代です。ランナー2人を置いて、ちょっと交代のタイミングが遅くないか。投げました、初球引っ張った、フェンスに当たっています、ファルボール。投げました、打ちました。これどう、取れる、いけるんじゃん。掴みました、よしよしよし。試合終了。いやー、よかったよかった。ファイナルステージを制しました。歓喜の瞬間です。ついにカープがやりました。ペナントレースを制した強さを証明しました。ここ地元広島で最高の瞬間を迎えました。全ての人の思いを胸に戦ってきたカープです。今日は願いがこのマツダスタジアムで結実しました。拍手と喝采の中、選手たちがファンの声援に応えています。見事クライマックスシリーズを制したカープ、
なんか俺すげえ変な格好してんだけど何ポーズ取ってんの。優勝監督インタビューです。お伝えしてまいりましたクライマックスシリーズファイナルステージ優勝決定戦は、カ見事シリーズを制覇しました。次はいよいよ日本シリーズということになります。実況担当は堂前秀夫で、松田ズームズームスタジアム広島からお伝えしました。いや尾形監督もちょっと最後ね、野村さんに投げさせすぎな感じがしたけど、まあ結果良しとしましょう。打って結局でもさ、ホームラン1本しか打ってないよね。セリーグはカープがクライマックスシリーズ優勝と、あとはパリーグがどこ来るかだね。ローテーションが変更されました。ここら辺ってどうやって過ごしていくんだ。日本シリーズまでちょっと、日本シリーズ手前まで行きたいんですけど、今日は寝よう。ゆっくり休もう今日くらいは。西武ライオンズとの決戦か。これは一日一日過ごしていくのかな。じゃあまずは伸び伸びとしよう。デート、もう遊園地でねパッとはっちゃけよう。人がたくさん、まあそりゃそうでしょ。どうなのかね、お化け屋敷とかどう。なかなかいいデザインです。あっちはいまいちどういう楽しみ方だ。さてそろそろ奥井と体を作っていくか。じゃあまた一緒にお立ち台に立とうぜ奥井。ここからは奥井と調整しよう。日本一に向けて、割とあれだね、自由に動けるね。お金が増えましたと。で最後はまあ念のため体力を回復させるために寝ますか。27日は、明日から日本シリーズ。私の予想はズバリ4勝3敗で広島が日本一。理由はですね適当だろちょっと奥井のデータを見てみるか。奥井くん、おー、オール B にもなってなかったのか。まだオール B くらいあるかなと思ったけど、足と守備力が A に行きそうだね。いやー鈴木さんマジ強えわ。奥井のさ特殊能力ありっていう感じだからね。いや丸さんも超強いわ普通にあー鎌田さんちょっと弱くなってんね。はあ、はあはあ、なるほど。移動して夜フリーか。移動して夜フリーで寝る。これで日本シリーズの日ですね。今日から日本シリーズが開幕します。はい、というわけで、無事ですねクライマックスシリーズ、勝ち上がることができましたので、次回は日本シリーズですねやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。
パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。